皆さん、こんにちは。こんにちは。今回は、精子競争について解説するぞ。それは一体？文字通り、精子同士の競争だ。つまり、オスは自分の精子を受精させる上で、ライバルの精子を、あの手この手で蹴落とす。その進化は凄まじく。本当に、あらゆる手段を使う。そうなんだ。例えば？ブラシがついたペニスで、他のオスの精子を除去したりとか。嫌な予感しかしない。というわけで今回は、オスによるえげつない精子競争を見ていこう。細かい内容はこんな感じだ。そして例のあれ。はい、こんにちは。今回はとても真面目な話なので、清らかな心でお楽しみください。それでは始めよう。オスはいつも、子供がどのオスの子供なのか気にしている。自分の子供は、本当に自分の子供なのか？自分の子供は、自らの精子が生み出した存在なのだろうか。この悩みを永遠に葬るべく、オスにはあらゆる手段が進化した。どんな手段なの？必ずと言っていいほど、この分野の教科書で紹介されるのは、とある糸トンボのブラシだ。ブラシ？こいつらの繁殖は、ちょっと変わってる。細長い部分が腹部なんだけど、オスはまず、腹部の先っぽでメスを掴む。交尾じゃないの？交尾器は別の場所にある。メスが受け入れると、メスは腹部を曲げて、その先端を、オスの胸部あたりの交尾器と接触させる。そこが交尾器なの？オスはここから精子を渡し、メスは先端でそれを受け取る。そして、オスの交尾器には、ブラシのような突起がある。精子を渡す際にオスは、胸部をポンプのように動かし、ブラシで、先に交尾した、他のオスの精子をかき出す。このブラシにより、9割以上の精子が除去される。その後に、自分の精子を渡すんだ。マジかよ。こうして、オスは子供の不正を確保しようとする。もっとも、この後に、このメスが他のオスと交尾した場合、そのオスの精子が大半の卵子を受精させることになる。自分が最後のオスであれば、不正を確保できるという作戦だ。本当に競争があるんだね。今回はこんな感じなの？そうだよ。他の精子競争も紹介するけど、その前に、もっと根本的に、気になることがある。気にならないことの方が少ない話だったんですが。なぜオスの交尾器に、進化の圧力が働いたのだろうか。そりゃあ、自分の精子を受精させたいからでしょ？そうだね。ということはつまり、メスは複数のオスと交尾することが前提になっている。あ、そっか。メスが他のオスとも交尾してるから、精子競争が起きるんだね。では、なぜメスは、複数オスと交尾するのだろうか。別にいいじゃない。別にいいけど、気になるのは、その理由だ。なぜなら、メスの複数回交尾は、不合理な行動だからだ。え？そうなの？そう、マイナスでさえあるかもしれない。ということで、精子競争を進化させる、メスの複数回交尾を考えてみよう。最初に当たり前の事実を告げよう。メスは生涯で、1個体のオスとしか交尾しないわけじゃない。メスは複数のオスと交尾する。ごく一部の視聴者にダメージ入ってそう。この事実に向き合わなきゃ、話が始まらない。ここで気になるのは、なぜ複数回交尾するのか、だ。別にいいんじゃない？なんでそこが不思議なの？要するに、合理的じゃないということだ。オスとメスの繁殖戦略には違いがあるという話は覚えているかな？確か、卵子より精子の方が、小さい分、たくさん作れるって話だっけ？そう、卵子は精子よりはるかにでかいから。卵子一つ作るのに、比較的エネルギーが必要だ。それに引き換え、精子は小さいので、大量生産できる。つまり、卵子より精子の方が多い状態になる。でも、受精できる精子は一つだけだよね。そう、卵子と精子は一つずつで十分だ。この状況で、オスが次世代へ残せる遺伝子数が、最大化する行動とは何だろう？たくさんの卵子と受精することじゃない？そうだね。だが、卵子は精子より、数が少ない。だからオスは、たくさんのメスと交尾する方が遺伝子を残せる。たくさん精子を作れるから、たくさん子供を作る繁殖戦略だね。子供を少ししか作れないよりも、次世代にたくさん遺伝子が残るよね。その行動が遺伝するなら、結果的に、そして自動的に、多くのメスと交尾する行動が進化する。少ししか受精させられないオスの遺伝子よりも、たくさん受精させられるオスの遺伝子が次世代以降に多くなるね。そう、この当たり前の現象が自然選択であり、進化だ。一方、メスはそうはいかない。卵子一つに大きな労力を払うから、精子みたいにたくさん作れない。では、メスはどうするのがいいだろう。オスを選ぶんだよね。
そう、メスは、オスの質を審査して、選んだオスの精子を受精させる繁殖戦略が有効になる。卵子は精子よりお高くつくから、良いオスを選ぶってことだね。数のオスと、質のメスだね。何をもって良いとするかには、状況によるのだけど、これが雌雄の根本にある対立構造だ。オスはたくさん交尾する方が有利だが、メスはそうではないんだ。それで、なんでメスの複数回交尾が謎なの？一度の交尾でオスから渡される精子は、すべての卵子を受精させるのに、十分な量なんだ。つまり、メスは不要な交尾を繰り返している。いや、不要どころか。交尾には感染症リスクや体力消費など、コストがある。つまり、リスクもあるのに、なぜか繰り返してるってことだね。そう、意味不明だ。ただ、オスとの関係性を考えると、話が変わってくる。どういうこと？単純な話だよ。すべてのメスが、自分にとって良いオスをゲットできるだろうか。あ。単純に出会えない場合もあるし、良いオスはすでに、他のメスとペアになっているかもしれない。時間は待ってはくれないから、良いオスを探しているうちに、繁殖に適した季節を逃してしまうかもしれない。そうなると、メスはどうするの？全く繁殖できないより、そこそこのオスと繁殖する選択もある。そしてさらに。さらに？良いオスから、精子だけもらう選択もある。生々しくなってまいりました。例えば、小鳥の多くは、オスとメスがヒナに餌を運び、ヒナを手厚く育てる。夫婦で協力して子供を育てるんだね。しかし、巣にいるヒナの5分の1は、父親の遺伝的な子供じゃない。え？遺伝子解析技術の発展により、親子関係が暴かれたんだ。さらに、オスが持つ目立った羽の色は、婚外交尾に役立つようだ。婚外交尾とは、社会的なペア以外との交尾のことだ。婚外交尾はむしろ、ない方が不思議なのかもしれない。イメージ変わりそう。今では、社会的な相手以外との交尾は数多く報告されている。もちろん、鳥類以外の分類群でもね。やっぱりメスは、オスを選んでるんだね。他にも、メスの複数回交尾には説明がある。例えば、交尾を拒むコストが大きい場合だ。どういうこと？有名な例だと、フンバエという牛の糞に群がるハエでは、牛糞の上で交尾し、メスは牛糞に産卵する。この時、オス同士に争いが生じると、下にいるメスが、牛糞に沈んでしまうことがある。うわぁ。つまり、メスとしては、オスに争いが起きないよう、交尾を受け入れる方がいいことになる。他には単純に、プレゼントがある場合だ。プレゼントって、オスがメスにあげるやつ？そう、アジサシという鳥では、小魚を持ってメスに求愛するし。クモでは、食料が入った小包をメスにプレゼントする。メスからすれば、プレゼントの利益が交尾の労力を上回るなら、複数回交尾に従事しても、不思議じゃない。メスの複数回交尾にも、合理的な理由がありそうだね。その結果、精子競争が起きる。メスの交尾機の中にいる、異なるオス由来の精子は、いかにして、自分を勝利に導くのか。最初に紹介した例以外にも、興味深い事例を2つ紹介しよう。第30代アメリカ合衆国大統領、カルビン・クーリッジは、ジョークのネタでも有名だ。どんなジョーク？ある日、クーリッジ大統領は、妻と養鶏場の視察に出かけた。妻は、オンドリが何回も交尾できるという話を作業者から聞いて、こう言った。その話を、夫に伝えて。その話を伝えられた大統領は、作業員に確認する。それは、毎回同じ面取りとかね？いいえ、違う面取りと交尾することが多いです。では、そのことを妻に伝えてくれ。ははは。これは実話とも言われているが、真偽は知らない。この話は何の関係があるの？つまり、精子量の調節だ。精子は卵子より安上がりとはいえ、無限に作れるわけじゃない。使いすぎれば枯れるんだね。ならば、より魅力的なメスに、多くの精子を使うのが合理的だ。少なくとも、鶏ではそうかもしれない。ある研究によれば、メンドリはトサカが大きいほど大きな卵を産む。だからオスとしては、トサカが大きいメンドリと交尾すれば、ヒナはより大きな体で、卵からこんにちはできるだろう。ハローワールド。ある実験を紹介しよう。トサカの大きさが違う複数のメスと、オスを飼育部屋に入れる。そして、ライバルオスが多いほど、トサカが大きいメスへ渡す精子量が多くなった。オスはメスのトサカに反応して精子量を調整してるんだね。他のオスより多くの精子を渡せば、自分の精子が受精する確率が高くなる。これは量の精子競争なんだ。物量でオス作戦だね。さらに、興味深いのは、実験下で、同じメスとばかり交尾する状況にすると、
そのメスへ渡す精子量が少なくなっていく。そこに新しいメスを投入してみると、なんとオスの精子量が回復したんだ。正直すぎるでしょ。この現象は大統領の逸話になぞらえてクーリッジ効果と呼ばれる。新しいメスには多くの精子を渡すんだ。何度も同じメスと交尾できるなら自分の精子が受精する確率が高くなる。だから限りある精子をセーブしているんだ。節約してるんだね。だが新しいメスなら話は別だ。オスはより多くの不正を獲得できるよう新たな精子競争に限りある資源を投資するんだ。ニワトリでは量での競争があるんだね。ニワトリでは霊長類にもあるかもしれないぞ。霊長類の精子はどこで作られるのか。そう、陰嚢だ。一体、GB は何の役なんだろう。コメント欄で教えないでね。さてさて、ここではとある有名な研究を紹介しよう。繁殖システムと陰嚢サイズの関係を見出した研究だ。繁殖システムって？例えば、一夫一妻、一夫多妻、一妻多夫とかだ。いろいろあるんだね。霊長類の中でも体が大きいゴリラやオランウータンでは、一頭のオスが複数のメスを独占してハーレムを作る。一夫多妻だね。そしてチンパンジーは、卵婚だ。オスもメスも、複数の相手と交尾する。さて、体重が170キロにもなるゴリラの DB 重量は、30グラムほどだった。オランウータンは体重75キロほどで、DB 重量は35グラムぐらい。そしてチンパンジーは、体重45キロに対して、DB 重量は120グラムにもなる。あれ？チンパンジーだけ異様にでかくない？そう、体の大きさの割に、DB が重い。これはなぜなのか。研究者たちは、精子競争に注目した。メスを独占するなら、必要以上の精子を作る必要はない。さっきも言ったように、精子は過剰にあるからね。しかし、メスを独占していないなら？卵婚型だと、メスを独占してはいないね。そう、オス同士で精子競争が起こるだろう。だから、大量の精子を作るような進化圧が働いたのではないか？さっき紹介したオンドリのように、精子の量による競争をしているのかもしれない。つまり、精子競争が強く働くなら、DB もでかいという仮説だ。霊長類6か18属33種の陰嚢データを対象に、検証が行われた。ゴリラ、オランウータン、チンパンジーだけでなく、体重 270g のロリスから、DB 重量 100g のヒヒ。そして、人も対象だ。人の DB はどのくらい？この論文だと、体重 65.7kg、DB 40g だね。ゴリラより重い。ゴリラの方が倍も体が大きいのにね。なお、人は一夫一妻に分類されている。そうなんだね。総合的な分析の結果、この仮説を支持する結果が得られた。体重の割に、DB 重量が大きいのは、メスを独占しない繁殖システムを持つ種だった。お、精子競争が働く繁殖システムだから、DB が大きくなる仮説に当てはまるね。逆に、メスを独占する場合、体重の割に、DB は軽いことが分かった。それも、精子競争が弱いからってことで仮説には反しないね。ちなみに人は、どっちかといえば、体重の割に DB が軽い方だ。まあ、ほぼ体重に見合った DB 重量だね。ただ、この論文は1981年の論文であり、分析方法がやや古い。それに、因果関係がわからない。どういうこと？ DB 重量が重いから、卵婚型になったのかもしれない。あ、進化の順序が逆かもしれないんだね。何か他の要因で、たくさん精子を作る進化が先にあったら、その後に、複数メスと交尾する方向に進化してもおかしくない。相関関係はあるかもしれないが、因果関係までは示していないんだ。なるほど。ただ、その後も、違う角度からいくつも研究が進められていて、この仮説は補強されている。それはまた今度解説するとして、今回の内容をまとめよう。今回は、精子競争について解説したね。オスはあの手この手で受精を目指してたね。そう、他のオスの精子をかき出す、糸トンボのブラシ。ライバルの数とメスの状況によって精子量を配分するニワトリ。そして、霊長類の陰嚢の重さは、繁殖システムとの関連を示唆するものだった。徹底してるよな。では、なぜオスはそこまで争う必要があるのか。根底にあるのは、メスが複数のオスと交尾することだ。オスにはオスの、メスにはメスの、最適な繁殖戦略がある。オスとメスがそれぞれ、自分の遺伝子を次世代に、最大限伝える方法が違うだけだ。その食い違いの結果の一つが、精子競争なんだ。結果の一つってことは、他にもあるの？まだまだある。
というか、1割も紹介できていない。それに、メスも黙ってない。より複雑で、よりえげつない戦略も存在する。このあたりは、今後も解説を続けるぞ。というわけで、今回はおしまいにしよう。ここまで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白いと思ったら、チャンネル登録高評価もお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。また見てね。